山根菊は日本の考古学、歴史学の女性ジャーナリスト、社会活動家、政治家、竹内文書から強く影響を受けており、キリストやモーセの墓が日本にあると主張した。本名は山根菊子。山根は竹内文書から強く影響を受けており、キリスト教に関してエキセントリックな個人的見解を発表した。キリストは処刑されておらず、 死んだのは弟で、キリストは日本に来て、日本の女性と結婚し娘を設けたと主張した。そして山野を歩き回っては、キリストの墓やモーセの墓を発見し、キリスト教を日本化しようとした。山根は、光は、東方より、で、キリストの遺言状を知っていると述べ、石川県を清水町の通称、三つごつかという古墳を、モーゼの墓であると主張した。 三都五塚には、聖者申しへ大しるべくらいの霊という札が立てられ、山根の死後、宗教関係のグループなどが無断で立ち入るようになった。もともと古墳に、モーゼの伝説などなく、町の人々は困惑したが、お清水町商工会はこれを町おこしとして利用しようと考え、1989年にモーゼクラブを設立。町当局や教育委員会は、 歴史の偽造に加担することになり、宗教が絡むことから最初はかなり慎重な態度だったが、外部からの手応えが大きかったこともあり、町の予算1億5000万円満を計上して古墳は整備された。町の関係者はこの古墳がモーゼの墓とは思っていなかったが、1993年に伝説の森モーゼパークとしてオープンした。ありがとうございます。